どうもシーです。さあ本日の会談浴びる会に来ていただきましたのはヤバイ帝国スミウキコさんです。よろしくお願いします。前回に引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ええー、まス、あ、ミさんといえば、はい、もういろんなオカルトに携わってて、まあ、チャンネルもやられてるのはもちろんトカナの編集長。はいはい 今、総裁です。総裁、そうだ、総裁やん。今、総裁をやられてまして。で、まあ、いろんな、こういう会談チャンネルをやられてる方と、結託して本出されたりしてるじゃないですか。はい。なんで僕に話くれないですかええ、やりましょうよ。ちょっとやりましょうよ。はい。僕ちょっとあの、もう、引く手余ったじゃないの。引く手余ったじゃないですよ。絶対そうじゃん。持ち上げてくれるけど、毎回。そんなことないの。ちょっと、 タッグ組んでやりましょうよ。やりたいです。あと、本とか出されたら、もう絶対全力で宣伝しますよ。全力宣伝お願いしますよ。そんな、まあ、鷲見さんはいろんな活動をされてる中で、まあ、美容もやってるし、ええ、ちょくちょくね、海外とかに行ったりしてるじゃないですか。はい。いろんな言ったら、ええなんて言うんやろ、うああいうのって、オカルトというか、オカルトスポット巡ったりとか。巡ったりしてますね。 事事件事故とかかあるじゃないですか、はい、その裏にオカルト説とかたまにあったりするじゃないですかそういうのを僕聞かしてほしいなと思って今回ああなるほど、はい、えっとオカルト説というか、まあ、ちょうどこの間あの岩手県に行ってきたんですけれども岩手はい、はい、岩手の盛岡 で、そこで、吉田つとむさんっていう、はい、あの、東北とか岩手中心に、えー、オカルト話というか、う宇宙人話を集めてる方がいらっしゃって。宇宙人。<laughs> はい。はい、UFO 話集めてる方がいらっしゃったんで、うん、で、その方が、大葉様っていう結構もう山奥の場所で、イベントをやりたいっていうことで企画してくださって、うん、あの、呼んでもらったんですよ。うん、で、大葉様ってもう本当もう、 見渡す限り山なんですけど<う>そこにロッジがカフェみたいなレストランがあって、うん、でそこに150人ぐらい集まってくれてすごい大人気やんそう <laughs> でいろんな話を聞かせていただいたんですが、うん、やっぱり岩手っていうとあの全日空と自衛隊機の衝突事故がかつてありまして全日空とはい自衛隊の訓練機です、はあ、が上空で衝突して日航機墜落事故の話 じゃなくて、全日空。二個、あ、それは、えっと、え、もう一個、違いますよね。あ、全日空の旅客機じゃなくて、全日空の旅客機です。旅客機と自衛隊機が、自衛隊機が衝突してえはい。いつですか ?1971 年。えはあ。はい。えで、それも、あの、ごめんなさい。もう一個の事故、なんていう名前でしたっけもう一個。押高山だ。押高山。押高山の事故 と比べると、少し規模が小さいんですけど、日航機墜落事故は、押高山で墜落して、はいはい、なんで YouTube で映像とかも流れたりしてるじゃないですか。はい、流れてますね。それぐらいのことが起こってるわけでしょ ?162 名全員亡くなりました。えそういう事故があって、はあ、でそれがまあ上空から落ちてきた場所っていうのがあって、はあ、それが、あの、異例の森と言われている場所なんですけれども、はあうん、<laughs> もう、 もうなんかいや、そのな,なくなれてる <laughs> 楽しい。うん、そう、あのー、私も異例の森のことはよく知っていて、で、ざまな雑誌やメディアで、やっぱり、心霊スポットとして扱われてしまうこともあるんですね。最強の場所であると。でそういうことでも知っていたんですけど、うん、まあ以前も、その、岩手に行った時に、うん、その、ロケのスケジュールの中で、異例の森に行ってみるとか言って書いてあった時に、 やっぱり異例の森、あれ、あれほどの事故の場所を、まあちょっと行ってお化け探知機回して帰ってくるっていうのはあまりにも失礼だなと思ったんで、うんうん、そのルートからやっぱり外してもらったりとかしてたんですよ。うんうん、でも、そのイベント、大葉様のイベントに行った時にいろんな方からお話聞いて、うんはい、異例の森での心霊情報ってすごい量あるんですよね。ちょっと尋常じゃない量。 人に聞くと、うちの知り合いが見たとか、そういう話がたくさんあって、で、もう、その慰霊の森の近くまで行った人の話になると、もう3人で行ったはずなのに、4人目がいたとか、うん、あと、えっ、ー、と、誰も話をしてなかったはずなのに、急に耳元で熱いとか、痛いって言われたとか、もうそれぐらいの話はもうザラにあるんですって。で、だからもう最近の人とか、 の、その慰霊の森にまつわる心霊話っていうのは、あの近くを通った人たちの話なんですよ。もうみんな中にはあんまり行かないんで、うん、やっぱりそれは、まあ、うやまう気持ちもあったり、怖い気持ちもあったり、いろんな思いで多分行かないようにしてるんだと思うんですけど、もう結構怖いんですって。で、えー、まあ、ちょっと前にはなるんですけれども、 あのそこでタクシーの運転をしてた人が異例の森の近くに道を、はい、走ってるんですけどその道を走っている時に目の前から、えー、上半身しかない男性が、まあ、本当に苦しい表情で、えー、全身血だらけもう頭から血が出ていてそれがもうずっと歩いてたっていう。 で、もう本当に、えー、な、まみつっていって通ったっていう、で、それ以来そこをもうルートから外したっていう話を聞いたりですとか、えー、他にも私の知り合いがあそこ車で通った時に、車がいきなりもう全面、全面血がバーって窓ガラスに真っ赤になったんですって。はあ、え、<で>それは見間違いみたいなこといや、そういう現象が起きた。えー 真っ赤になって、見間違いていうか、そういう幻覚ああ、なるほど、なるほど。運転してたら、バッと真っ赤になって、うわ,っ,うわっ,ってなって、あ、この今の何やってんやろうみたいな、うんうん。そうそうそう。っていう話とか、あとは、その、車の中にいたはずなのに、急に車の中がもう、むちゃくちゃ熱くなってきて、で、そこでやっぱ気候、聞く 聞かれる、その声って、熱いと痛いがめちゃくちゃ多いんですって。で、熱い、痛いってやっぱ車の中でもずっと声が響いたりとか。っていう話を、もう本当に岩手の方から聞いて、で、聞いたんですよ。 <で>ああもうあそこはもう最近は慰霊の森っていう名前も変えてああ雫の森公園っていう名前に2020年から変わってああああもうだいぶなんかこう落ち着いてきたのかなっていう感じもあるからそういう心霊話も減ってきてはいるそうなんですただやっぱりまあ10年ぐらい前になるとものすごい心霊の目撃情報があっていまだ,だに行かないようにしてる人がすごく多い場所なんですよっていうふうに聞いてたんですよ、うんうん でも一人、あのーえーと、その事故の目撃者もう結構な数いるんです、うん、当時見たっていう人が、うん、結構いっぱいいてその中の一人に、あのー、当時事故が起きた時にやっぱものすごい音がしたそうでバーンっていう、うん、でそこからこう豆粒黒い豆粒のように人がこうパ,ラパ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 ラって落ちてそれ見てるんやそうで人によってはやっぱりその時の声とかも聞いてるうる本当に 聞いてるそうなんですけど、<ー>そこでこれはもう全然えっ、ー、と茶化すわけではなくって、うん、本当にその時に ufo を目撃してた人がいるんです。って何人か？自衛隊機とその全日空以外に上に3つ謎の光があったそうなんですよ。 でそれを何人か目撃してて、うん、でも当時はやっぱりものすごい事故だしなかなか言えなかったそうなんですけどやっぱりあそこなんか変なのあったよねっていうだからもしかしたらその UFO を回避するために自衛隊の訓練機が変な軌道を取ってしまったのかもしれないって説が一つあってだからその自衛隊の人にその話をしたところなんで当時言ってくれなかったんだと。 いやまあ、当時はもう自衛隊の責任だということで、ものすごいバッシングが起きたんで、で、様々な人が責任を取って辞めてますし、裁判にもなってるので、自衛隊からすると、ちょっとでも他の可能性があったなら言ってほしかったみたいなことを言っているんですよっていう話も、オカルト話として聞いたんですよ。まあね、でもそれはオカルトを、 まあ新聞とか意見として載せるっていうのはだいぶ難しい時代じゃないですか。で事故も事故ですしです、ね、亡くなられた方めっちゃ多いからさすがに無理ゲーに近いですよね,そ,すねそれをやるのは。し今だってあれほどの事故で UFO なんて言っちゃってっていう感じもねなんかさかしてる感じも出てしまうと思うんですけど、うん、ただあの実際に岩手の方から 現地を取った話なので、まあそういう噂があるんだよっていうことを聞いてきたんですよ。で、ああ、UFO も出てた可能性もあるのかっていうか、まあそういう謎の光を見てたのか、これもうちょっと調べてどっかで話したいなって思ったんですよね。で、でもこの話を扱うんであれば、もう岩手に来てるし、やっぱり行くしかないなって思って、やっぱそこで手を合わせるのが、まあ本来やるべきことかなっていうのもあったんで、 えー、そこに、慰霊の森、雫の、えー、雫の森公園、うん、森の雫公園、ごめんなさい。森の,森の雫公園に行くことにしたんです。はい、でもその前に、ちょっと他の取材も入れてたんで、はい、えっと、青森県に行った後に、その足で、えー、森の雫公園に行くことになったんですけど、うん、その青森の取材は、ちょっと話が長くなっちゃうんで、ここは端折っちゃうんですけど、うん えっと、宇宙人に脳をすり替えられたおじさんが。ああ、リンゴ農園のリンゴ農園とは別の方また別でまた別にいらっしゃって、なんか東北では有名なピアノの調理師の方なんですけど。おるなその方を吉田さんに、あの、つとさんに紹介してもらって、会いに行って、なんか、あの、脳をすり替えられて、で、いろいろ手術されて、宇宙人に。で、記憶力がすごい。 うん、爆上がりしたっていうおじさんなんですけどそのおじさんと会った後にあのに、ー、車に乗ろう乗って森のしずく公園に行こうってなった時に車の中がむちゃくちゃゃく臭かったんですよでそのむさんは結構もう行きたくないからすみさんもう本当に行きたくないですってもうずっと言われててだからもう行く気なくなったらすぐ行ってください、うん、いつでも引き返しますからといつでも引き返しますって。うん だから私がめっちゃ線香の匂いするんですけどって言った時も、いや、いやいやいや、これは、うーん、うん、みたいな、こういうこともある気がするみたいな、うんうん、方向剤あったかもしれないとか言って言い出して、私と一緒に、うん、先行の匂いがするとは言ってくれなかったんですけど、うん、もう明らかにしてて、うん、で、え、いや、うーん、これって行くなってことかなってちょっと思ったんですけど、でも来いってことかもしれないっていうのもあって。いやーうそー、嘘。 で、行くことにしたんです。したらもう青森県からってもうめちゃくちゃ遠いんですよ。うん、で、もう着いたら昼間行こうと思ってたのに、もう夕暮れ時で。もうフラグ立ってますやん。そうなんです。で あの、森に着いたらもう薄暗くなってて、で、つとむさんと、まあ、行こうって言ったんですけど、絶対行きませんよ、つって。すみ、うん、さん一人で行ってきてください、うん。普通だ。それが普通だ。いや、一人無理だって、あの森、本当に。なんで行きたいんそもそも。いや、あの、なんか行くのが義務というか、責任も感じてたし、あとやっぱり、興味本位ではそんななかったんですけど、なんか、 起きるのかなってい,う <laughs> いやいやいや、本性出たやん。<laughs> いやいや、でも、なんかちょっと興味本位とも違うんですよね、なんか。ご挨拶だけしに行くみたいな。はい。と思ったんですよ。でも、えっと、その森の入り口の公園についてから550段、うん。 階段を上って550段上、はい、って慰霊碑に行かなきゃいけないんですね。で、それがむちゃくちゃ遠いんですけど。ね、で、まずそこの階段の前に立って、うん、ああ、ここを上っていくんだって思ったときに、頭上に髪の毛が浮いてたんですよ。長い髪の毛が。ちちちど,どういうこと<え>どういうことわかんないわかんないどれ。どれぐらいの束束っていうか、うん、あコンセントとか USB のコードぐらい。 コード充電器のコードあ、もうこれぐらいとですかあそうそう、本当にまさにそんぐらいで、はっきり見えてて、その、毛の束なのかなみたいな。1>, 1センチないぐらいはい。もう、うん、完全にそれが自分の頭上2メ1、1メートル上ぐらいで、ぐるぐる回ってんですよ。虫じゃなくていや、はっきり見てるんで、虫じゃないです。うん、で、あのー、 そして、なんか、私の頭の上に何かいるんですけど、ってその吉田さんに向かって、いるって言ったんですけど、吉田さんが見えてなくて。で、あの、あ、でも、そういうの、木の鶴とかあるから、鶴とかたまに飛んでくるからつるかもしれないって言ってるんですけど、どう見ても髪の毛なんですよ。で、どのら辺ですかもう僕で言うとこ、ここら辺こ、こ、こ、もうちょっと上かなだから、もう、もうこんぐらいかな わ、画面切れてる。ごめんなさい、画面切れてる。<千>だから結構。50センチ上ぐらい,い。1メートルぐらい上だと思う、ね。1>, 1メートル上。はあはあ、でも、はっきり見えてますよ。はあ、なんこれ、なんこれみたいになって。で、それがふわふわ、なんか、トグロ巻いてて、ゆーみたいな。あ、どっか行ったんですかあ、それがずっと頭上をぐるぐるしてて、で、何ですか、何ですかって、もうパニックになってて、で、写真とか撮る余裕もなくて、パニックって振り向いたら、もう、消えてるんです。んなんか、その、 しかも私の頭上にしばらくいたぐらいなんで、うん、そんな風もなかったんですよ、うん、それがパッと消えちゃっててで確認しようがないんですけど、うん、やっぱり髪の毛に見えたんですよねしっかり見てるし黒い細いものえそれが何本かあったんですよだからこうやってヒューヒューヒュッて分かれててだから髪の束 ちょっと裂けたりこう,こうなったりそのだけは見えてないですけど <laughs> 違う違うこのやったら1センチの束って言ったら100本ぐらいの髪の毛あるわけでしょ,あかうょそれがビ,ビロンビロンビロンってっ細かったかな細かったのかもななんか数本が数本が,数本が束になってるって感じの感じでもなんか細い糸みたいにだからぐるぐる回ってたんですよ<ー>でもうそこで私やっぱちょっともうビビり散らしちゃって、はあ、でいきますって言って 言って、一応カメラも回しながら、その階段を登ったんですけど、その、50段ぐらい登ったところで、その、つとむさんが、車をブーンって飛ばして、どっか行っちゃったんですよ。え置いてくぼりうん。もうそこにいたくなかったっぽくてで、嘘でしょと思って、せめてさ、階段ダダダって降りてきたら、車にすぐ乗り込めるぐらいの余裕がないと。 えー、ちょっと。置き去りドッキリみたいな。置き去りき、置きざりドッキリで。一人だけもうほんま一人本当に一人で、さっきその髪の毛見ちゃってるから、うん、もう完全に、うんこ、ここはやばいってなってて、うん、で、だから途中は、なんか一応なんかイベントとかで使うかもしれないから、あの、撮影もしておこうかなと思って撮って、うん、その階段登ってたんですけど、うん、途中からなんかこれ、 やっぱこういうの不謹慎かなと思って、もういや不謹慎、そう、カメラも止めちゃったんですよ。だか,らうん、だからもう、よ、よし、私はもうこの話をするために、もうカメラも止めて、うん、もう手を合わせるためだけに、うん、あの、階段を登ろうって思って、途中でカメラ止めて、で、 怒られないようにというかその,あの本当に異例の気持ちで登ろうと思って、うん、登ってって300段まで行ったら少しだけ開けた場所に出るんですね、うんうん、でその開けた場所を歩いて、えー、と500段に続く階段の方に向かってる途中で明らかにおかしいまたそれもつむじみたいな,なんか砂ぼこりがブワーって後ろから巻き上がってきたんですよ。ほうほう もうダッシュで下戻っちゃいました。550段登れなくって。それはどういう感覚に近かったんですかもう来るなって言われてるのか、行ったらあかんって自分で思ったのか。どっちもですね、怖すぎるっていうのと、うん、来るなって言われてる感じ、来るなって言われてる感じっていうかね、あこれいっぱいなんかいらっしゃるなと思いましたね。 レ魂コンが成仏してないとかそういう話じゃなくて、いろんな年がやっぱ、まだまだ残ってて、うん、で、その、髪の毛も砂ぼこりも勘違いとかそういうレベルじゃなかったんですよ。うん、あ、もう絶対におかしいっていうレベルの、はい。うん、そうです。自然、自然現象っていうか、こんなことここで起こるっていう、自然現象だとしてもタイミングがちょっと不気味すぎて、うん、あの、私、心霊スポットであんまり怖がることは今までなかったんですけど、うん さすがに、これだけの事故が起きてる場所で、地元民全員行くなって言うし、うん、あの、私は行きませんと、もうあそこは避けてますっていう人が本当に多くて。うん、まあ、とが事ですもんね。<laughs> はい。うん、で、私の茶喝するつもりは全くなかったんですけど、うん、行けなかったですね。はい。行けんかってんや。 自分でもびっくりしました。いや、でも、やっぱそういうところにはやっぱ。はい。うん。だからそこから300段から慰霊碑に向かって手を合わせて、ゆっくり帰ろうと思ったけど、ダッシュで帰りましたね。怖すぎてやっぱ。その吉田さんっていう方は下で待っててくれたんですかもう森から離れてた。えうん。どうやって帰ったんですかえ、は、離れた場所に車を置いてくる。置いてて、で、 こっちもやばかったとか言って言って,て吉田さんも。何があったのなんか、待ってる奥の方にも道があるんですけど、その慰霊の森に上がっていく階段とは別に森方向にちょっと道があるんですよ。あっちもやばかったとか言って、吉田さんが言って。何がやばかったんなんかわかんない。なんか黒いのがいたとか言って、で、それでもうここにはいられないって言って、あの、あっちに車置いてたんですとか言って。 で吉田さんもだからちょっといろいろ能力が少し高い方だったんでもうあそこい,れいられなくてごめんなさいみたいな感じだったんですけどはあなそのねえ、まあ、悲惨な事故の、はいまあった現場にあたるところで不可解なことが起こるって、はいまあ、結構聞くは聞くじゃないですか、はい、僕も凄惨な事件があったところとか、はい、ごっつい事故現場っていうのは何回かお仕事で行ったことありますけども、はい もう前日から嫌やと思ってるから変な夢も見るし、はい、行ったら、普通の生活送ってても、こんなこと起こったらおかしいよなって、うん、振り返るぐらいのことってバンバン起きるじゃないですか、うん。そう。だから、そう。今の話ってそんなに怖くはないと思うんですけど、うん、やっぱり、あそこの場所で髪の毛浮いてたら、やっぱりビビっちゃいますよ。うんうん、で、今思い返すと、前日に、 確かに変なことが一回起きてるんですよ。ホテルで、なんですけど。その時は、まだその、えー、雫の、森の雫公園に行くことも決めてなかった段階なので、今思うと何だろうって感じなんですけど、朝起きたら、なんかぼーっと。はいはい、そしたら、9時に、扉をドンドントントンって叩かれたんですよ。朝の9時。で、あれって。でも、そのクリーニングは10時からって聞いてるし、早いなと思って、うん、誰だろうって。 って思ったんですけど、その時私なんか髪の毛ちょんまげにして寝てて、その輪ゴムがなくなってて、うん、もパイナップルみたいな。パイナップル以上の、うん、なんかもう腐れパイナップルみたいになってて、<laughs> あなんか出たくないなって思ったんですよで。誰だろうみたいな感じもあったんで。で、そしたら、なんか、ピンポンピンポンって押されたんですよ。で、あ、確実にこれ私のところに来てるなと思って、うん、で、窓から、ドアから、こう、覗き窓みたいなのがあったんで、うん 誰が来てるんだろうと思って覗いたら、少年二人と男の人が立ってるんですよ。ほ<う>ええって思って。で、これはそう怖く話すつもりはないんですけど、うん、その少年がキャップかぶって黒い服着てるんですけど、うん、めっちゃ瞼ににぶってて全然顔が見えないんですよ。隠してるような状況や。はい。で 少年が一人立ってて、あの、その子が多分チャイムを鳴らしたんですよね。で、その後ろに弟っぽい子が。う。うこの子もキャップをまぶかに被ってるんですよ。ほうほうで、えっ、ー、と、立ってて。で、後ろに白い服着たあの大人がいて、多分お父さんだと思うんですけど、<ー>その覗き窓がやっぱ小さいっていうのもあって、<ー>首から上が見えないんです顔がやっぱ全員見えない状況で。え誰この人たちと思って。うん、知らないって思ったんですけど、そしたらその三人が、 もう一回押すとか言って喋ってるんですよ。あ普通に会話すんねんようん。え、えもう一回押すのと思って。え、勘弁なんだけどって思って、ちょっと覗き窓から離れて、もう一回押された時にどうしよっかなみたいな、髪型直そうかなみたいなことを少し考えたんですよ。うん、そしたら、もうチャイム鳴らずにいなくなってて、<う>で、あの三人誰だろうと思って、すぐガチャって開けて、 確認したんで、すよで私、一番端っこの、うん、あの、部屋だったんで、うん、廊下がブワーって長く続いてたんですね。うんうん、で、そこにいないから、うん、あれじゃあエレベーターに乗ったのかなと思って、うん、パ,パパパってエレベーターの子を見たら、そっちにもいないんですよ。で、そんな移動するほどの時間あったかなみたいな。うん ちょっとそれはね、今気持ち悪いんですよね。部屋間違って、隣の部屋に入っていったり、うん、真向かいの部屋に入っていったりする音は聞こえなかったですか何にもないですよ。ああ、じゃあもう、おかしいですねお。おかしいですよね。で、よくよく話聞いたら、そこのホテル、えっ、ー、と、ちょっと出るって有名だよって言われて、あそれだったのかなみたいな。え、鷲見さん。はい。こういう話を冒頭にするチャンネルなんですよ。あ、そうなんですこんな、<laughs> ちょっと。 めちゃくちゃいいじゃないですかそうなんですかはあ面白い岩手ちょっと怖かったですねうんまあその事件現場に行く事故現場に行くっていうのはやっぱ避けた方がいいと思いますけど行ったらこういうことが巻き起こってまあこういう目に遭いますよっていうのを教訓としてしゃべってだいたという感覚に近いのでありがとうございますはい すみさんって今、え、チャンネルが、え、ヤバテと、はい、と、美容チャンネルがある。この二つですね。はい、この二つ。え、概要欄に貼ってますので、そちらの方もぜひチェックの方お願いします。はい、吉井さんにいろいろ話して、今回コラボでいただけますもんね。あ、え、そっちも、そっちをコラボするんですかどう、どうコラボですかえ、あの、ヤバいです。ヤバです。ヤバテです。怖い話。僕、ヤバテで唯一ある、 UFO の話いいですかあ、マジですか唯一の。うん。あ、ぜひぜひ。あと、あのー、はい、本当にそれはもう短く。はい。で、一個ね、うんあ、ちょっとまとまってからまた喋った方がいいから、今回はまた別にして、それは自衛隊さんの話で、はい、それとはまた別で、ちゃんとあの、怖い話。はい。お化けの話をちょっとさせていただきたいなと思ってます。はい、今なんかちょっと鈴の音しませんでしたね、下ね。ししたね聞こえました <laughs> うん。 したよね。目線この辺。いや、そう、二人とも目線そらしたから、<れ>ちょっと。<laughs> <laughs> あの辺でしましたよね、なんか。二人っきりやから怖いね。絶対しないよね、あんななんか、シャランシャランって言いましたよね。隣のスタジオでなんか撮ってるんですかね隣の、ちょ,ちょっと、ちょっと撮ってないね。撮ってないよ、何の音も聞こえない。 えというわけで。え同日同時刻コラボで。一本目をコラボし、二本目は好きなタイミングで出すって感じでしたっんそうしましょう。そう、そっちの方がね。合わせるのちょっとあれですしね。一本目の動画、え同日同時刻。今回の動画見終わったら、えヤバテの方で出てるかどうかチェックしてください。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ということで、鷲見さん、お忙しい中、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。 吉居正夫の階段を浴びる会メンバーシップ始まりました収録後のアフタートークオフ会投稿会談の取材ラジオなど様々なコンテンツを考えております詳しくは概要欄にてお確かめくださいよろしくお願いしますゾ